えー、そろそろ終戦の日とか原爆投下の日とかいうのが近づいてってかもう過ぎ去って、まあき,うん、きつつあるんですけれども、えー、日本のの戦争は人類に何をもたたらしたのか、まあ、これがこのシリーズで一番難しいのがですねつまり日本の戦争は人類に何をもたらしたのかっていうとですね私が 日本の戦争が人類に良いことをもたらしたということになる,なるのが、まあ、嫌だというですね、えー、日本の戦争は人類に悪いことをしたんだっていうんならいいけど、えー、日本の戦争が人類にいいことをしたっていうようなことにもしこの,あのシリーズの結論がなった場嫌だということを随分いろんな人からあーメールをいただいたりなんかしております。武田ははこののの日本の戦争は人類に何をもたたらしたのかで 日本の戦争が正しかっったたんんだだて言いたいいろうっていうですね批判があるわけなんですけれども日本人が日本のことを悪く言いたいという気持ちが非常に強いのはこれはまあその私はこのシリーズに何も結論まだ分かってないんですねあの私のやり方というのは一つずつ確かめていくその過程で多くの方々からひた批判を受けるそれで自分の考えをこう 検討してていいくっていうやり方なんで結論が出てないからこそやる意味があるわけですね結論があってあることを説得しようっていうんだったらもう科学の分野ではやる必要がないんですよね結論が出てるわけですからで今一番難しいのがですねもううの基盤が違うんですね日本人が知っているたた例えば戦いとか会議って言いますとね真珠湾攻撃とかミッドウェー海戦とか沖縄戦とか原爆投下なんですね それから会議なんかですと国際連盟を脱退したこととか東京裁判、まあ、こういったことを日本人は知ってるわけですね。私が非常に重要だと思うことはですね日本海海戦とか日露戦争の時の日本海海戦とか第一次世界大戦の時のドイツとの戦いとかそれから大東亜戦争の時のマレー戦ですねこれはもうこの前やりました。それかからフィリピンとかインとイドネシア でで戦戦ったアジアジすねこうそれから東京大空襲、まあ、こういうのが非常に重要だと、まあ、いうふうに思うんですがそれから会議ですと国際連盟脱退とか東京裁判なんかよりかですね世界的にはパリの講和会議の出席とかと日本の主張ですねそれから大東亜会議なんかが重要なんですが日本人が知ってる戦いと私が日本人が知らなきゃいけない大事な戦いとか会議っついうのは全然違うんですよ。 だから、まあ、普通の方はですね私もその学校を卒業した時は、えー、戦争っていうともう真珠湾攻撃であり日本軍がなぜ負けたのかっていうとミッドウェー海戦であり悲惨だって言ったら沖縄戦であり原爆投下であったわけですよ。それから国際連盟脱退したのがもう日本の戦争のきっかけになり、まあ、その罰を東京裁判で受けたっていうそういう教育を私なんかも徹底的に戦後受けてきたんですね。 ところが自分で調べてみると重要なことは、まあ、日本の戦争っていうのは日露戦争からこの前の戦争までが一つのパッケージになっておりましてね主には日露戦争と大東亜戦争なんですけどその間に第一次世界大戦、まあ、ドイツと戦った第一次世界大戦大体日本人がですね第一次世界大戦でドイツと戦ったということすらご存知ない人が多いんですよ。 それから第一次世界大戦では日本は戦勝国でしたから勝った方でしたからねだからパリの講和会議に出て人種差別撤廃を頑張ったということをご存じない人も多いんですねからまあこの前やったマレー戦もそうですしそれから日本軍がフィリピンとかインドネシアでどういう戦いをやったかっていうのもほとんどご存じないつまりですねこれはどうしてかって言いますと 日本にとって具合の悪い歴史的な事実の中で日本にとって具合の悪いことだけアメリカが日本に教えてまた学校の先生が育児なかったんですね残念ながら、まあ、敗戦に打ちひしがれていたので、まあ、そういう圧倒的なその <laughs> 宣伝の前に負けてしまったわけなんですけれども、えー、日本に都合の悪いもの例えば真珠湾攻撃は例えば先制攻撃として不適切だった。 ミッドウェ海戦は空母と空母の戦いにおいては戦略的に問題があった。しかし実はですね、えー、と飛行機を戦争に非常に積極的に使ったのは実は日本で、空母も圧倒的に日本の方が先だったんですね。それから戦争が負け始めた沖縄戦とか特攻隊、それに原爆投下と、こういう悪い戦いだけをですね、 実は日本の先生がアメリカのギルティプログラムに負けて日本人に教えたんです子供に、まあ、国際連盟脱退とか満州事変の問題だとかですね立ン調査団とかですね東京裁判こういったもんだけ詳しいんですねで永久戦犯とかそういうまあ東京裁判における間違ったことは非常に詳しいんですねところが、えー、日本が非常にちゃんとした 戦いをやりあの連合軍が非常に卑劣でありそれから国際会議における日本の主張っていうのはもう時代を超えて素晴らしかったというようなパリの講和会議とか大東亜会議はもう全然僕なんか全く教えて <laughs> くれなかったんですよ。だからなんていうんですかね日本の戦争は人類に何をもたらしたのかということで最もこう我々が合意しにくいのはですね 私たちが子供の頃を教わったこと、もしくは NHK をはじめとしたマスコミがですね、朝日新聞、NHK 朝日新聞が中心として、もうアメリカの言う通りなんですね。アメリカの占領軍の言う通り放送し、報道した。だから、とにかくまあ、<laughs> ああえー、っと、例えば NHK でもですよ、原爆投下の日とか沖縄戦の日っていうのはもう大きく報道するんですが、日本海海戦の日とか、 それからマレー戦の日とかですねパリ講和条約の日とかこういうの全然報道しないんですよつまり毎年毎,毎,毎年毎年見てますと戦争報道日本の悪い時の記念日だけ NHK は報道するんですこれですとねまあ NHK がなぜそういうことをしてるかっていうことなんですがまず一つは NHK の人たち自身があのそういうことしか知らないんでしょうね つまり小学校中学校で勉強した通りに現在放送していると。だからアメリカのギルティープログラム、日本人に罪を、罪の意識を植え付けるということでアメリカは原爆を投下した罪から逃れようとしたわけですが、まあ、それだけが頭に入ってるということですね。まあ、原爆投下のところに書いてありますように、えー、過ちは二度と繰り返しませぬからという、この、 過ちといいうのは何かとと主語がないんですね日本人が謝ったのかアメリカが原爆を投下したのにその原爆を投下した地に過ちは二度と繰り返し繰り返せますからと繰り返しませんからと書いてあるこのトリックですねこのトリックをそのまま日本国民に70年間にわたって NHK と朝日新聞が ずっと繰り返し日本人に植え付けてきたそれによって日本の国力をダメにし私の観測ではこれから日本に育つ子どもとか孫がですね非常に大きな損害を受けるだろうと私は推定してるんですね。というのはその自分の国にプライドを持てないような国民が発展するはずがないんですけれどもそれがまともなことだったらいいんですね。 全部知ってて、まあ、日本に対してプライドを持てないっていうのは、まあ、これはいいんですけどもアメリカ軍がですね日本を陥れるためにだけ、まあ、中国もそうなんですが中国とかアメリカがですね日本を陥れるためにだけ作り上げたあの日本の悪いとこだけをですね70年間繰り返して報道する。 もう日本はアメリカから独立してずいぶん長く経つわけです。1951年のサンフランシスコ平和条約でもう独立してるわけですから、もうすでに60年以上独立してるにもかかわらず、占領されていた時代と全く同じ報道をする。これはですね、世界各国占領されてるときは仕方ないと思ってじっと我慢するわけですよ。フランススがドイツのナチにに占領されてる時に ナチススのの歌を歌うのをうフランスは我慢してたしかしパリが解放されたナチスが追い出された後はですねそれはやっぱりラ・マルセイユーズを歌うんですよねこれがやっぱりこの魂こそ民族の魂なんですねですから日本民族はもうすっかり魂を失ったその魂を失った戦闘を切ってるのが相変わらず NHK と朝日新聞であるとこれがですねやっぱりこの「 私のシリーズも非常にやりにくくしているところの一つであります。